文体とは、文章、三文のスタイルのこと。文芸評論の研究対象になり、時には、ある作品の背後に、作家性を見出す、才の根拠の一つとされる。英語では、多義語スタイルの一語義である。例えば、文体、ミスは、スタイルエラー、という。スタイルオブザブックは、その本の文体を意味する。スタイルの他の語義と区別して、文体を言い表すのには、 ライトとの組み合わせた言い回しになる。また、ストレインの語義の一つでもある。なお、英語のスタイル、ドイツ語のスティール、フランス語のスタイルは、鉄筆を意味する、ラテン語スタイレスに由来しており、鉄筆で書かれた文章の表現上の特色、すなわち、文体を意味するようになった。日本語、文体には、次に挙げるような複数の定義がある。和文、漢文、和漢混鉱文など、 言語の基本的な構造、表記法の違いにより分類される文体。だ、である長のような状態、です。マスのような形態など、文章の様式としての文体。近代以降の日本語では、文芸評論や文章特本の中で触れられ、その後の研究や実作に影響を与えた。坪内昭陽が小説真髄で提唱した、画文体、俗文体、 画族折衷文体や谷崎純一郎が文章特本で提唱した講義体、併語体、工場体、会話体の分類などがある。書き言葉の文体に対し話し言葉では話したいという用語を用いることもある。作家や作品に固有の表現としての文体、比喩などレトリックの特徴や用事、用語の使用頻度などが根拠になることもある。他に 時代、世代などで区分された、ある集団に、固有の特徴として、文体という言葉を当てはめることもできる。現代の若者の文体、明治時代の書生の文体など、文の定裁。両の小党の文線が、不、死、騒ぎ、七、小、殺、霊、京、作文、表、上書、京、断字、戦、早期、書、遺書、劇、難、大門。 説論、字、序、章、三、不意のち、知論、史術三、論、連、玉、真、名、類、愛文、非文、母子、行情、長文、才文の三十九類に分ける。ありがとうございます。